ティッシュペーパー、ティッシュペーパーとは、薄く柔らかい紙のうち、軟水溶性の日用品、衛生用品である。ティッシュ、またはティッシュ、またはティッシュ、ティッシュとも略される。また、鼻を噛むのに多用されることから、鼻紙と呼ぶこともある。ティッシュとは、折り物のことで、菌紙を布のように折ったものを、ゴールドティッシュと呼び、それを重ねるときに間に挟み込む薄い紙を、 ティッシュペーパーといったことに由来する。業界では発祥のアメリカにない、ティッシュと呼称することが定着しており、ほぼ全ての商品パッケージにも、ティッシュ、ペーパーと書かれているが、実際にはこの記事のタイトルのように、ティッシュ、ペーパーと呼ばれることがほとんどである。英語では、という、代表的な商標を用いて、と言われることも多い。というと、包装やトレーシングに用いる。 半透明の薄い紙、薄用紙のことを指す。なお、日本では、ティッシュペーパー及びトイレットペーパーとして、家庭用品品質表示法の適用対象とされており、雑貨工業品品質表示規定に、定めがある。大きさは、おおむね20センチメートル四方で、一枚あたりが薄く、柔らかく作られた紙である。主に花を噛んだり、化粧を拭うなどで使われる。 柔軟性に富素材としても柔らかいため、美術品、工芸品などの小物の包装に使われる場合もあるなど、日用品であることから、様々に利用されている。一般的には水に浸しても紙全般のように、ほぐれないような加工が施されており、トイレに流さないようにという注意書きがあるが、外出中にトイレでも使えるように、水に溶けることをパッケージなどに歌う製品も見られる。 ほとんどが2枚一組になっているのは、1枚ずつの製造では、薄さのために、機械での大量生産が困難になり、また、2枚分の厚さのティッシュでは、柔らかさが失われてしまうからである。また、紙には、ザラザラな裏面と肌触りの良い表面があり、2枚の紙の裏面を合わせ表面を外に出すことで、どちらの面も肌触りを良くしている。おおむね柔らかく、 皮膚を拭くのに適しているが、販売促進用として、該当配布されるものの中には、質が劣るものがあり、そのようなものは、連続して使用するに適さない。一般的な性質のティッシュでも花粉症などで、鼻水が頻繁に出るような場合に使いすぎると、鼻の下の皮膚が荒れてしまうため、一般品よりさらに柔らかいものや、保湿成分を含ませたものなど、高級も用意されている。 製品によって差別化戦略的な意味合いから様々な機能性を持たせている製品も多く、前述の柔らかさを追求した製品や肌当たりが良い製品のほか、香りや模様といった付加価値を追加した製品も少なくない。色は純白あるいはそれに近い色であることが一般的だが、薄く着色されているもの、おみくじなどが表面に印刷されているものもある。 トイレットペーパーとの特徴の違いであるが、トイレットペーパーは、ティッシュペーパーより、パルプ繊維の品質が不安定な紙であることが多く、湿潤視力増強剤を添加していないなどの理由も、当て水に浸すと繊維がほぐれ分解しやすい。対して、ティッシュペーパーは、水に浸しても、簡単には、ほぐれないようになっているため、便器を詰まらせる危険がある。 このため製品のパッケージにもトイレで使用できない胸が正し書きとして添えられている。なお、水に溶けにくい、ほぐれにくいという性質はあるが、洗濯機など水流を利用した強い力でも見ほぐすことを繰り返すと、さすがにちぎれてバラバラになる。しかし、それでもトイレットペーパーが見た目では白濁した水溶液、正しくは水中を、パルプの繊維が漂っている状態になるところを、 軟水溶性であるティッシュペーパーでは断片が目に見えてる。こと洗濯機で誤って洗濯物と一緒に洗ってしまった場合はこの断片が洗濯物に絡みつくこともある。製品の程度によってどの程度強いかはまちまちであるため一概にどの程度の断片にいるかは違う。原料は主に木材から得られるパルプではあるがトイレットペーパーでは 主体となるコシを主原料とする製品は少ない。これは衛生用品であることから、清潔感のある純白ないしムラのない製品が凍れるところに追うところが大きいが、その一方でコシはパルプの繊維が品質的に安定せず、一様に薄いティッシュペーパーに加工しにくいといった事情もある。ただし牛乳パックなど、比較的品質が安定しているコシを使う製品も見られる。 こうして作る薄紙に、軟水溶性の性質を持たせるために、湿純紙緑増強材と呼ばれる薬品を加えて、加工し、この薬品が、紙繊維同士を強固に接着することで薄くても、一定の強さを持ち、また柔軟なものに仕上がる。ティッシュペーパーは、ちり紙と使用目的が、ほぼ重なることから、ティッシュペーパーをちり紙と呼ぶ例があるが、ちり紙は、和紙の定給品であり、 パルプから作られるティッシュペーパーとは別物でる。発売当時は高価なことから従来のチリ紙と併用していたが、その後日本では生活にすっかり定着し、スーパーマーケットやドラッグストアなどでは客寄せの特売品とされることもあるなど安価な商品として利用されている。一般に2枚組で30136センチメートルほどの大きさの箱に200組400枚。 入っているのが標準であるが、紙価格の値上がりに伴い量販店などでは120組240枚から180組360枚等に内容量を減らして1箱あたの単価を上げないようにしている製品が多く見られる。箱から1組ずつ取り出しやすくなっているのがボックスティッシュの最大の特徴である。当初は箱上部中央に開けた穴から取り出しやすいよう中央に開きがある。 観音折りであった。近年のものは重ね方を工夫し、一枚引けば、次の組の一部が穴から飛び出すようになっているもの、ポップップが一般的である。また、埃が箱に入るのを防ぐためとして、穴に薄いビニールを貼ったものが多い。最近では環境に配慮し、ビニールではなく箱部分と同様の紙を使用しているものもある。また、小型の箱。 1274cm 程度に入って提供される場合がある。このサイズはホテルなどの消耗品として使われることが多く、また景品や販売促進用として提供されることもある。なお、ボックスティッシュは残りの枚数が少なくなると取り出しにくくなるため、テーブを押し上げるためのミシン目が入っている製品も多い。また、安定性を高めるためティッシュホルダーなどの専用の 箱に収めたり、磁石を利用して、鉄板部分、冷蔵庫や事務机などにくっつける器具を使用することも多い。携帯用のもので、小さなビニール袋の中に10枚程度のティッシュが入っている。日本中に広まったきっかけとして、1970年に富士銀行、現、水穂銀行が口座開設の粗品として20万個配布したとを挙げる説がある。 1968年、高知県の製紙加工会社が考案し、それまでに宣伝用に配られていたマッチに代わり、誕生したとされる。キオスクなどで販売されるものもあるが、ゲリラマーケティングの一種として、街灯や店頭等で販売促進用等として配布されたりすること、ティッシュ配りも多い。ポケットティッシュを広告のために配布する行為は日本では、ごく一般的な光景だが、 日本国外では、ほとんどの地域で見られない。なお、近年は不況による、経費削減の影響で、販売促進用のポケットティッシュの枚数が、減っているとの調査もある。ハンカチと共に子供に持たせて、通園、通学させている地域や、家庭もあるが、一般的なポケットティッシュは摩擦の関係で、ビニールの包みが滑り、衣服のポケット、特に浅くて、 ルーズな仕様の場合から落ちやすいという声もある。その打開策として布製のケースに入れ替える方法をとっている場合もある。ポケットティッシュには水洗トイレで使用できる水溶けやすい製品もある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。